前の動画で話した縄文時代の遺跡三内丸山遺跡え、今回それと比べて欲しいのがこっちらの写真です。佐賀県にある吉野ヶ里遺跡という遺跡の写真になっています。この吉野ヶ里遺跡はえ、三内丸山遺跡の縄文時代よりも後の時代の遺跡になっているんです。 今回の動画では縄文時代から人々の生活はどういう風に変わっていったのか写真なども比べながら話していきたいなと思いますそれじゃ早速まずこの縄文時代から次の時代に移る上で人々の生活にある大きな変化が生まれましたそれは大陸から伝わってきたものによって大きく人々の生活や社会は変わっていったんやけど何が起きたでしょうか何が伝わったでしょうか これです。米です。米作りはちょっと難しい言葉で言うと稲作へね。稲作が大陸から伝わってきます。紀元前4世紀ごろに大陸から伝わってきましたよ。と。そしたらどういう風うにこの米作りが伝わることで、人々の生活は変わるんでしょうか？縄文時代というのは、館内丸山遺跡のように人々が少しずつ集まって進むようになった。少しずつ協力はしていました。 でもどういうふうに食べ物を取ってきてたかっていうと集めてたかというと狩りや漁をしていたんやね動物を飼ったり魚を釣ったり木の実などを集めて生活をしていましたなのでみんながそれぞれこう狩りに行って生活をしていたというような感じでその日暮らしをしていたというような感じですところが農業が中心になると ちょっと話が変わってま,すまず狩りに行く必要があまりなくなるのでどん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 さらに人々が集まって進むようになります。そして集まって住むようになると役割分担が出てきます例えばこの同じところに住んでいる人たちの中には農業が得意な人もいればこうした家を作るのが得意な人とかも出てきます。 農業をするためには川から水を引っ張ってきたりしないといけないのでそういう工事が得意だったという人もいたかもしれませんなのでさらに人々が協力をしていってそれぞれの役割分担みたいなことができてこれが大きな違いになってきますこんなふうに米作り農業が伝わったことで人々の生活が変わり始めたこの時代を 弥弥生生時代とと言いまます。す。これで弥生と呼びます紀元前4世紀頃から紀元後3世紀頃までなのです200年代やね紀元後3世紀とは200年何年代ぐらいまでが弥生時代になります米作りによって大きく人々の生活が変わっていきました道具や建物もやっぱり変わっていきます写真を見るとこの建物 縄文時代の時にはなかったよね縄文時代で紹介したのは縦穴住居と呼ばれる家でした地面に穴を掘って家を建てていましたんやけどこの建物は穴を掘るどころか地面よりちょっと離れていますこれは何のための建物でしょうか実は人が住んでいたのではなくて倉庫として使われていましたこの少し床から高くなっているこの倉庫のことをそのまんまて 高床倉庫と言います。そうしたらんでこの弥生時代になるとこんな倉庫が必要になったかというとやっぱりこれも米作りの影響です。農業米作りっていうのは米はえっといつも取れるわけじゃないよねえっと冬とか春っていうのは米は取れませんそうするとその米をどっかにとっておく保存しておく必要があるんですそのための倉庫 そして米を保存する時に地面にベタっとつけているとネズミとかの動物が食べてったり虫が来たりっていうふうになってしまうよねなのでそうした被害を防ぐためにこうした木で組んでちょうどここも出っ張りがあって虫とかが登りづらくなってるよねそして床から高いところにこの建物部分を作るようにしましたここに米などを保存していたんですなので高床の倉庫になっています そしてこうした石包丁と呼ばれる道具も現れましたこれは石を磨いて作った包丁です。いつ使っていたかというと特にこの稲の収穫の時に使っていましたこの米を取る時にガガとそれを切る必要があるのでその時にこの包丁を使っていたと考えられていますそして土器縄文時代には縄文土器というのを紹介したんやけど土器も変わってきます 弥生時代の土器のことこれそのまんま弥生土器というんやけどこれが弥生土器です縄文時代の土器とどんな違いがあるでしょうかまあ何か形とかデザインはまあ何か縄の模様じゃなくてちょっと凝った模様になっていたりすると思うんやけど一番大きな違いはその薄さです縄文時代の土器ってちょっと分厚くてボタっとした感じがしていましたよねボテっとした感じがしてしたと思うんけど弥生土器というのは薄くてしかも硬くなっています みんなが使っているお茶わんとかも薄くて硬いと思うんやけどあれは高い温度でこの土器焼き物を焼いているからです高い温度が出せないとどうしてもあまり硬くならずに土も分厚いものしか作れませんそれがこれも大陸から伝わってきた技術によって高い温度で焼くことができるようになりましたなので弥生土器というのは縄文時代の土器に比べると薄くて硬くなったんです 縄文時代の時、縄文土器というのは料理に使われることが多かったんやけど弥生土器というのはさっき話した通り料理だけじゃなくてこの倉庫に置く時とかにまさにこの弥生土器に中に入れて保存をしていた保存のためにもこの弥生土器使われていたんですそれ以外にも大陸から伝わってきたものがありますそれが金属です鉄器 鉄はみんな今も使うよね鉄で作られたような鉄器や青銅器というものが大陸から伝わってきましたこの鉄器や青銅器で何を作っていたかというと武器ですやっぱり争うことが多かったので武器だったりとかあとは祭りの時に使う道具などもこの鉄器や青銅器で作られています見つかっています青銅は何かというと 銅銅といいいう漢字が入っててるる通り、で作られているほとんどが銅なんやけどその中に鈴と呼ばれる金属が入っているものすなので混ざっている金属のことを青銅と言うんです。精銅は加工がしやすいいろんな形に変えたりっていうのがしやすいのでこの鉄器よりも鉄器が世界中にこう広がっていく鉄が広がっていくよりも前はよくこの青銅というのが使われていました。 ね、そしてそうした武器以外にも実はこの面白いものが見つかっています。製造機として銅鐸というものが日本各地の遺跡から出てきています。こんなものです。これは何でしょう？これ、何に使うんか銅鐸です。何に使うか？というと、実ははっきりと絶対これだというのは分かっていないところがあります。までもその形から金のようなものだったんじゃないか。 楽器ののようなものだったんんじゃないいかと考えられてるです。ただ使い方は少し変わっています。えっと鐘って日本の鐘ってあのお寺に行ったり除夜の鐘を見たらわかる通り外からつくよね。木とか棒とかでガーンガーンってつくよね。そうやって音を出すことがま日本のアジアの鐘は多いんやけどこの銅鐸はどうやらヨーロッパの鐘みたいに内側に木や石をぶら下げてそしてこれを振って。 銅迫をていためにそういう傷跡が内側に残っているのでそういう楽器のようなものとかあとは儀式に使われていたんじゃないかと考えられています。こうした金属というのも伝わってきて日本の中でも作られるようになりました。こ弥生時代の人々の生活の変化です。